勉強とはとかっていう定義を変えてあげるだけで子供たちにスイッチを入れてください。私は学校の先生方の研修もよくやるんですけども、先生方によく言うことがあるんですね。本能で面白かったらどんどん興味持ちますよね。勉強の面白いところはどこですかって課題を出すんです。勉強が大嫌いな小学校6年生に1分間で分かりやすく伝えて感動させてくださいっていうんですね。あるいは数学の面白いところはズバッと言ってください。そうやって勉強とはとか数学とはっていう定義を変えてあげるだけで子どもたちにスイッチを入れてください。それが皆さんのお仕事ですよっていう話を。